まゆみさん、こんばんは。この前男3人でお泊まり会したときに、他の2人が話してたんですよ。僕らと一緒ですよね。で、多分清楚な会ですね。で、僕その話に混ざれなくて、なんか一人でどうするみたいな話だって、で、清楚な人の話に混ざれて、一人で何やすとか教えてください。なるほどね、なるほどね、なるほどね。はいはいはい。あ、なんか、まあ、男3人でどっかに泊まったときに、まあ、一人でどうするみたいな、一人でどうするって話。まあ、なんかわかんない。折り紙とかじゃない？一人で、男一人でどうするって言って、やっぱり、折り紙とか、なのかな？そうだよね。折り紙とかそういう感じだよね。多分ね。あやとりとかね。そうだよね。あやとりか折り紙の二択かなと思いますね。男一人でどうするかってなったら、まあやっぱり選択肢的には、結構悩むとこだけど、やっぱ折り紙かあやとりかな。そうだね。まあたまにいるけどね、縄跳びって人もね。そうだよね、確かに。まあたまに縄跳びっていう人も結構わかんない。まあ1000人に1人ぐらいの割合かな。で、いるんじゃないかなと思ったりするけど、まあ大体でもね、多分その2人は、あやとりか折り紙だったと思うよ。で、折り紙で、何を折るのかっていうところにすごく悩むと思うんだよね。どんなのがいいかなみたいな。どんぐらいこうなんか、まあ、ちょっとこうなんか、複雑な感じ？ちょっと複雑な感じの方が、なんつうんだろうな。まあ、なんかこう、見える世界が変わってくるみたいな、とか、まあ、やとりも同じだよね。まあ、そういう感じなんじゃないかなと思いますけどね。次はなんかあれだね。仲間に入れてもらえるといいね。応援してるからね。はい。以上。ああ、だるいな、なんか。ああ、だるいな、なんか、いい。まあ、いっか。もう、しゃあねえな。もう、しゃあねえな。ああ、ありがとうございました。もう、だるいな、マジ、1行目から。17年目から聞かれました。お声、譲りたくなりっす。おじさん、どうしたらいいですか？知らねえよ知らねえ、マジで、これ。喉痛えな。なんか、17年目から、で、聞かれました。いや、別に、譲んなきゃいいんじゃないじゃん。もう柔軟剤のメーカーでなんか危うくなる関係だとそれまでだよ、マジで。どうせ解消してさっさと終わっちまえって感じだ。だけど、まあ、なんか、まあ、同棲とかになってくるともうなんか、妥協に次ぐ妥協って感じだよね。なんかうまく良好な関係を築いていくためには、お互いがこう、なんか妥協し合ってね、許せるポイントみたいなのをこう探り合い続けていくしかないし、なんかそれで蓄積するね、なんかストレスで、まあ、自分我慢できないとか、なんか幸せを感じられないみたいなレベルになるんだったら、もう絶対に別れた方がいいよねって思いますね。僕は同棲したことないですけど。ないけどね。はーい。あ。はいはい。多分、新たな弟が生まれるんですか？子供って、できるんですか？ちょっ！ってしたらできるんだー！おーい！いいなぁ。弟とかできるの、なんかいいなぁ。まあ、なんかいつの間にかお姉ちゃんできるみたいなこと起きねえかなぁ。いつの間にか、あ、お姉ちゃんができた。いいなぁ、なんか、めっちゃご飯作ってくれるお姉ちゃんみたいな、突然、なんか、できる。いいなぁ。弟との方が相性いいと思いますか？いや、ダリーは普通に。ダリーは、相性いいとか知らんし。世話すんのダリーじゃん。世話してくれよ、普通に。世話したくねえし。いじめたい感じだよね。こうやって彼女同棲したいですか？したくないですか？どうなんだろう？どう思う？どうしたい派？わかんないかも。わかんないかも。したことないもん。めんどくなると思いますよ。どうせとかしたことないんですけど。どうなの？いるでしょ、この中に同棲したことある人。
え、なんか丸より経験したくてうぜえな。え、でもいるよね、絶対。え、全然いるよね。え、結婚してる人だとかっているじゃん、絶対。いるじゃんね。え、どうなの？どう？え、ない？一緒じゃん。一緒だね。はいはい。うん。ママミと同棲してます。え、同棲じゃねえんだ、それは。同棲とは言わねえんだよ。何言ってんだ？あ、全然いない。同棲楽しいですよ。楽しいですよ。え、結構いんな。結構いんだりな。え、結構いるわ。え、だるいわ。だるい。うん。結婚前にしてました。うわー、いいな、本当に。え、ちょ、教えてよ、その同棲のさ。同棲の、なんか、いいな、みたいな。たまに会うのがいいな。いや、マロはね、ちょっとね、いや、まあ、したことない身なので、したことない身だから、ちょっとわかんないんですよ。その同棲の良さみたいな。でも、まあ、したことない身なりには、なんか一定のなんつんだろうな、こう会えない期間が良くないって思う派なんですよ。いや、まあどうせしたことないんで分かんないんですけど、したことあったら、まあ、どうせの方がいいに決まってんじゃん、なるかもしれないですよね。なるかもしれないっていう可能性はあるんで、全然あるんで分かんないんですけど、でもなんかこう一定の距離、別に遠距離とかじゃなくって、そのなんか毎日一緒ってよりも、分かんないですよ、分かんない、週に1回2回とか会えたりとか、2週なのか分かんない、各週なのか分かんないけど、なんかそういう方がなんかこう会いたい気持ちが募る的な、あるじゃないですか、そういうの。うん、そういうのもいいなって思うし、なんかわかんないんですよね、それ。結構なんかでもしてみたいですよね。うん、まあちょっと、はい、あのないっすけど。ねえけどよ、別に、なんかそういう予定はよ、もう言ってえな、ねえんだよ。でもそんなんだよ、マジでよ。ああ。彼女さん疲れそう。うるせえよ、彼女さん疲れねえだろ、どう考えても。こんな素敵な男の子なのに。おー、なんだよ、怠惰だよ。なんでもかんでも全部やってほしい。やってほしいよ。全部やってほしいな、マロ。もう全部お任せする。お任せしてゴロゴロしてるだけで。いい感じがいいなぁ。なはい。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 お母さん求めてるだけでも、そんなことねえし。なんなんだし。あ、なるほどね。はい。えさ、ゆみはエロガキらしいですけど、何をし、悩み見てもらうってことだから、変人のエロガキってことですか？そうその通り、変人のエロガキってことだ。お前ら変人のエロガキってこと、うん、自負してよ。お前らなんかわかんねえけど、何バイオ的な、うん、ブログとかに書いてきよ。お前変人のエロガキですって、うん、全然いいぞ。よいしょ、尖ってていいね、変人のエロガキ。ウケんなー。よいしょよいしょ、はいはい。面が彼女できたって言って、どうしますか？連れてこいよ、マジで。連れてきてみろよ、本当に。もうくっそけなすわ、メンバーを。おい、ボコボコにしちゃうな、メンバーのこと。え、まあ連れてきた子はね、まあじゃない。うん、何がいいのって感じだけどねーって言っちゃうけどね、多分ね。いやー、本当にそれはちょっと面白そうですね。想像しちゃうなー。あるかなー。ないねー、全然ない。ないねー、はーい、ないです。悲しいねー。ないねー。ないない。